はい、ひりびり放送局、大人は映画の教科書、<laughs> 違う、映画は大人の教科書、まこねーです。今日はですね、えっ、ー、と、収録日は6月30日、ちょっとね、しとしと雨って感じで、これからちょっと強くなる予報みたいなんですけれども、今日は金曜日、金曜日は私はね、えっ、ー、と、毎週木切りをしてるので、えっ、ー、と、 これ聞いてもっきりって何っていうふうに思った方は、えっと、もっきりで検索すると多分私の情報が出てくると思うので検索してみてください。そんなわけで、えっ、ー、と、今週も話していきたいと思うんですが、このポッドキャストは新潟県長岡市にあるシネコン TJOY 長岡の最新映画情報をお話ししています。 まあ、長岡市のシネコンなんですけども、まあ、大体ね、メジャー映画館の、えっ、ー、と、大型シネコンで公開される映画は網羅してると思いますので、ぜひ最後までお聴きください。で、今週は6月30日から t ジョイ長岡で公開される最新映画情報なんですが、なんて言いますかね、今週は、えっ、ー、と、セカンドシリーズみたいな映画が多いんですよね。そう、そんなわけで、まあ、結構、サラサラって感じで終わっちゃうかもしれませんが、 えっと、最後までお聞きください。では、早速、今週の映画はこちら。えっと、一発目は、インディ・ジョーンズ。で、そして、アンパンマン。で、東京リベンジャーズ2決戦編。そして、セーラームーンの後編って感じですね。はははは。なんで笑ってるかっていうと、えっと、私ね、えっと、 まあ、あこのね、一本一本の映画のおしゃべりを知る時の背景というか、まあ、あの、YouTube でご覧の方のね、背景は、えっと、各ホームページ、各ね、えっと、映画のホームページをスクショして、それをね、えっと、サイズを合わせて、えっと、乗っけてるんですが、まあ、そのね、ホームページのその、デッキというか、クオリティを見ると、その映画が、 そこのね、あの、うんと、配給会社がその映画にどれくらいあの熱を入れてるかなっていうのをちょっと感じるんですよね。今週の映画はなんか、うーん、まあ、<laughs> どうなんだろう、なんてちょっと心の中で思っています。まあ、ただね、えっ、ー、と予告編を見ながら、えっ、ー、と内容を皆さんにしっかりシェアしていきたいと思いますので、えっ、ー、と、お楽しみください。 はい。インディ・ー・ジョーンズと運命のダイヤルです。どうですかね皆さん、インディ・ー・ジョーンズは好きですか <laughs> 今回で5作目とな,るなります。で、15年ぶりってことで、えー、っと、インディーももうおじいちゃんって感じですね。<laughs> <laughs> そう、ハリソン・フォードといえば、まあ、どっちかというと、最近はもうインディーというよりも、宇宙人のイメージの方が強いかな。ジョーンズの方が強い気がするんだっけど、どうなんだろうね。まあ、まあ、世代にもよるかな。最近私テレビ見てないから、たまになんかあの、YouTube で、えー、っと、宇宙人の、ハリソン・フォードの、ね、宇宙人がちらっと出てくるのを見て、あ、まだ宇宙人やってるんだ、なんて思ってますが、はい。まあ、えー、と、 と、振り返っていくと、えっと、最初のインディ・ジョーンズ、レイダースに繋われたアークは、えー、っと、1981年なんですって。うん。えー、っと、チャチャチャンチャン、チャちゃチャンチャンのあの、テーマはすごく印象に残ってるんですが、私は実は見ていません。<laughs> <laughs> まあ世界的な有名な考古学者にして冒険家の愛称インディーのインディアナ・ジョーンズがまあ主役として、レイダース失われたアーク。は確か神々と人間の通信機みたいな感じのので、アークがえっとえーと自分たちが見っける前に盗まれました。それを取り返しに行くみたいな話だったような気がします、う。ん まあ、有名な作品なんですが、私はね、見てないんですね。まあ、というかね、私はね、えっ、ー、と、多分この頃からあんまりね、冒険活劇的な映画が好きじゃなくなったんじゃないかなと思うんですよね。うん。私の中では、えっ、ー、と、グーニーズがピークで、グーニーズ以降、あまりね、こういった映画を喜んで見なくなった気がします。うん。まあ、理由はよくわかんないんですけど。でですね。で、その次が、 魔球の伝説、1984年。そして最後の生成が1989年。で、えっ、ー、と、89年からずっとずっと流れて、2008年。だから、えっ、ー、と、10年、20年ぶりぐらい、20年ぶりぐらいに公開されたのが、うんと、クリスタル・スカールの王国。そして今回公開されたのが、えっ、ー、と、運命のダイヤルということで、うんと、初回から数えて40年目ぐらい ?40 年目ぐらいでね。 うん。んで、えっと、うん。運命のダイヤル。スカール、えっと、クリスタルスカールは最後の生戦から、えっと、20年後。で、えっと、運命のダイヤルは15年後ということで、もういいでしょうっていう風な風なのも聞こえてくるんだけど、それでも、インディーをやれば、入るというような目算があるのかもしれませんね。うん。 そう。ま、あイニリン・ジョーンズの予告編、今回私、あの、えっと、予告編だけなんですが、えっと、最後の聖戦じゃなくて、失われたアークから、えっと、魔球の伝説、最後の聖戦、クリスタル・スカルの王国で、えっと、運命のダイヤル、全部予告編を見直しました。うん。見直しました。そう。ま、あレイダース失われたアークはもう最初から、ディンディンデン、デディンデンデン、みたいな感じで、えっと、うわまあうんと、 インディー,ズジョー・インディージョーンズって言ってばこれだよな、みたいな感じなんですけども、うん、まあ今日のです、ね、最後の聖戦クリスタルスカルは、まあまあまあ、うんなるほど、みたいな感じで <laughs>、ま素直に見たんです。で、インディー・ジョーンズと運命のダイヤルに関しては、さすがにね、あの映画が洗練されたというか、今風の映画ですよね。ただ予告編を見る限り、私はね、今回の映画が一番面白いんじゃないかと。 そう、これまでのシリーズを何にも知らなくたって、まあ、なんたってね、20、あの、40年越しの作品ですから、今、これまでの映画何にも知らなくたって、十分楽しめる映画なんじゃないかな、っていう風に感じてます。ただね、うんっとあ、さっきちらッとちょっとお話したんですが、このあの、えっと、ホームページのやる気のなさ。<laughs> なんというやる気のなさ。いやいやいや、まあまあね、ほんと、 えっていうぐらいのやる気のなさなので、まあ、もしかしたらね、配給会社は本当、まあ入ってくれたらいいなぐらいな感じで、まあ、作ってるのかもしれませんが、予告編はバリバリガチでやる気満々という感じの予告編でした。まあ、早速なので、えーと、今回は映画 .com の最新の評価なんかを見ながら、えー、とどんな映画かっていうのをお調べしていきたいと思います。おめえね、なんか口の中になんか溜まってて。 で、まあハリソン・ホードを演じる考古学者、インディ・ジョーンズの冒険を描くアドベンチャー映画の金字塔、インディ・ジョーンズシリーズ第5弾ということで、前作から15年ぶりの新作、ということになります。で、まあずっと監督を務めてきた、えー、っと、スティーブン・スピルバーグは、えー、っと、ジョーシー・ルーカスと一緒に、えー、っと創作、制作総指揮ということで、ジェームズ・マンゴールド監督がメガホンを託されたということなんですが、 うん。まあ、あの、えっと、大体ストーリーは今までとそんな変わらないんではないかなと思うんですけども、なんていうかな、うんと、うん。最後にドドドというふうにね、もうほんとこれまでの40年間のその中大成あの、私たちを映画見てる私たちにしてみれば、まあ、たった5作ですよ。 たった5作だけど、中の主人公のインディ・ジョーンズ、ジョーンズにしてみれば40年なんですよ。そう、考古学者の冒険、考古学者で冒険家のインディ・ジョーンズの40年の集大成だと思って見るべき映画じゃないかなっていうふうに予告編を見ながら思ってました。まあ40年と、とまあ最初ね、あの、 インディーが出た時は、まあ見た感じからして、まあ30代そこそこみたいな感じの描かれ方だったですよ。よく系見てても。わっかハリソン報道わっかと思って、まあこの頃のハリソン報道に恋することはないななんて思いながら、 見てたんですけど、まあ、徐々に徐々にね、えっ、ー、と、お年を召してきて、今のハリソン・ホダー、まあ、私にとってみれば、私、イケジー大好きですけども、ここまでイケジーというか、ここまで、あの、お父さんになってしまうと、私にとってはもうお父さんって感じで、うん、恋愛対象にはちょっとなりませんね、なんて思いながら見てました。はい。でですね、うんと、まあ、高学者や冒険者のインティ・ジョーンズの前に、 にヘレナという女性が現れ、インディーが若き日に発見した伝説の表、運命のダイヤルの話を持ちかける。それは人類の歴史を変える力を持っているとされる究極の方法であり、その運命のダイヤルを巡ってインディーは因縁の宿敵でもある元ナチスの科学者、ホラーを相手に世界全世界を股にかけて、投打戦を繰り広げることになる。ということですね。まあもうんとえっと、いきなりまあ世界中に飛び するっていうような感じなんですが、そう。まあ、ね、うんと、すっごくね、あの、嫌味たらしく、急、あの、うんと、ずるずるっていうような感じでお話をするなら、私がね、言うなら、うんと、今回ね、トコム、えっ、ー、と公開初日なんですけど、レビューの点数が4.8。これ異常ですよ、異常。そう。これはもう、あの、うんと、仕掛けられてる。わざと。うん、わざとこういうふうに見せられてる。 だから、一週間経つと、これは、まあ、まあ、どれくらいまで下がるかはわかんないけども、まあ、落ち着くんじゃないかなと思ってます。で、注目作品ランキングも13位ということで、まあ、えー、っと、そんなに高くないのかな、なんて思っては思ってますね。まあ、あの、多くの方がね、今更インディ・ジョーンズみたいな風に思ってるのかもしれない。そう。えっと、 15年前に、えっと、公開された前作が、そもそも大ヒットすればね、大ヒットすれば、えっと、その時にすぐ続編が作られたと思うんですけど、15年経っての続編ってことは、まあ、前作もそこそこでしかなかったんじゃないかな。で、まあ、ここで、えっと、もうさすがに、えっと、ディ配給会社今回ディズニーなんですけども、ディズニーもネタがなく、まあ、ディズニーはね、えっと、スターウォーズを、 ボコボコにしちゃったっていう。<laughs> まあ、ボコボコにしちゃったというのもあるし、まあ、うんと、あれ、うんと、リトル・マーメイドも日本以外はボコボコですからね。<laughs> まあ、私ね、リトル・マーメイドは日本人受けするんじゃないかなとは思ってましたよ。うん、日本以外はボコボコですからね。<laughs> まあ、そんなわけで、えー、っと、154分のインディ・ジョーンズなんですが、どうだろうな。 うんと、もしかしたら、日本以外では大、OK、k 日本では大、OK、k なんてことがまたあるかもしれない。そう。まあ、それでもね、えー、っと、私はね、余計見る限り、このイ d j o ー・ e s はあの、本当ジョーンズの、ジョーンズのインディーのね、ほあの、40年の集大成、この人が駆け抜けてきた冒険の最終終着点という意味で見たなら、非常に面白い映画じゃないかなと思ってます。 まあ、ぜひねあの、映画館に足を向けてと見てください。多分うんと、夏休み、夏シーズンに向けたあのあの大型映画の一本だと思います、はいまあ。去年で言うんだったら、えー、っとジュラシック・パークの最終編みたいな感じですね。うん、そう、まあえーっと これからしばらくのロングランも続くと思うので、まあ皆さんの目に触れることも多いかもしれませんが、まあえっと、気分爽快、パーッというような感じでは、えっと、男の子が、男の子同士で見に行くにいいのかなまあカップルで見に行くにはどうなんだろうかな <laughs> う見たな映画だと思います。ぜひね皆さん足を運んでみてください。で、次の映画は、 アンパンマンですね。はい。アンパンマンの映画、劇場アニメ34作目。それだけアンパンマン。ロボリーとポカポカプレゼントなんですけども。アンパンマンの映画を、えー、と映画館で見たことある方いらっしゃいますかね。うん。まあ、あとアンパンマンを喜びそうな、えー、と年齢の方が、えっ、ー、と、いる方。まあ、もう,もうね、3十 34作目ですからね。<laughs> 34作目ですから。まあ、あの、うんと、まあ、お子さんが過去に <laughs>、まあじ、今でも子供がいる、まあ、子供がいくつになっても子供ですからね。まあ、子供がいらっしゃる方。ならば、まあ、1回ぐらい映画館でアニメ、アンパンマンを見たことあるんじゃないかなと思うんですが、どうだろうね。えっと、私の周りでも、えっと、子供と見に行ったっていうことで、えっと、アンパンマンとか、 えっと、ドラえもんの映画をものすごく大出来合いする、えっと、方結構いらっしゃいます。特にお父さんが多いから、うん。お話聞いていくと、いや、アンパンマンもね、えっと、アンパンマンの映画も、ドラえもんの映画も、クレヨンしんちゃんの映画も、ほんとすっごい面白いから、絶対映画館で見た方がいいよって私よく言われるんですよ。うん。そう、でも私も見たことないです。<laughs> そう、だってさ、まあ子供向けのアニメさ、 と、だいたい1時間半はないよね。1時間ちょっとじゃん。いや、同じ値段払って1時間ちょっとの映画はちょっとなっていうのは、まあ私のね、めっちゃくちゃ正直なところなんだけど、まあ去年ぐらい、えっと、すべての映画を見てるような感じだったら、まあ見に行ってたかもしれませんね。うん。まあ私が、あの、えっと、まあ、まあ見ないだろうなっていうのは、 と仮面ライダーとスーパー戦隊系の映画は多分まあ見ないだろうな、うん、というのは私はねウルトラマンはねあのなんか映画館見ててもなんとなくねあの感情移入できるんだけど私はねあの、うんとまあ、テレビやってるのも,もうまた、まあ、ちらっと見たことはあるにしてもなんかね正直ね、うん、とスーパー戦隊シリーズも えっと、今のね、平成仮面ライダーのシリーズもなんかちょっとね、感情移入できないのよね。そう。うん。あの、えっと、なんだろう、う仮面ライダー、今の平成仮面ライダーっていうか、まあもう令和仮面ライダーのシリーズは、まあ特にそうなんだけど、生涯ーーセンターシリーズは、まあコンセプト、このコンセプト面白そうだなっていうのはあるんだけど、えっと、まあ、えっと、夢中に、 ねえ、まあ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 、それなりのお年の私がまあ、夢中になるほどなんかのめり込めるかといったらまあそうでもない。まあ、まあ、そもそも特撮映画がまあ、ものすごく好きってわけでもないので、まあそういうところだと思うんですが、まああの、えー、っと、アンパンマンのお話に戻って、今回のアンパンマン34作目、そう、ということで、テレビ、アニメ、映画化から35周年を迎え、 そもそも、柳瀬隆が原作絵本を生み出してから50周年ということで、まあ50年も続いてるんですね。うん。で、アンパンマのファンの方、まあ大人もいっぱいいらっしゃるんです。うん。聞いたところによると。そう。まあその中で、えっ、ー、と、今回のアンパンマはどんな内容かというと、何でも作れるロボットたちの住むロボ彗星に暮らすロボットの女の子、ロボティは、たった一つのだけ作れない大切なものを見つけるために、旅に、旅に、 に、に、飛び出る。うん。うん。<laughs> そう、旅に飛び出る。あ、私が酔っ払った時に書いた文章みたいだけど、いいのかなこれで。<laughs> もう一回読みます。何でも作れるロボットたちの住むロボ彗星に暮らすロボットの女の子、ロボティは、たった一つだけ作れない大切なものを見つけるため、旅に飛び出る。途中で素敵なオルゴールが入った箱を拾い、 落とし主を探すためにアンパンマンたちの暮らす世界にやってきたロボティは、アンパンマンたちと過ごす時間の中で胸がポカポカと温まることに気づく。ロボティはアンパンマンや仲間たちのと絆を深めていくが、バイキンマンがロボ彗星をバイキンロボ彗星にしようと最強メカ、ロボキングで暴れ始めて。というお話ですね。うん。そう。うん。 なんかね横編を見る限りあのうんとなんだろうなえっとまあ絵はね絵絵はまああのテレビの絵と一緒なんですけどあのえっとまああの今時のね鬼滅とかジオンみたいな映画ではないからあのうんと割合と絵がマットじゃないですかまあそうマット絵も色もマットだっけ なだけに、ま、あクオリティはものすごく高く感じる。うん。そう。えっとね、ほんとあの、えっと、お父さんたちが、アンパンマンも、クレヨンしんちゃんも、ドラえもんも、本当本当面白いんだよっていうから、本当に、えっと、大人が忘れ、大人、あね、子供たちは、ま、あ現在進行形にしても、あの、もう、いいお年の方が見ても、心の中に忘れかけたものをどんと付き合い 立てられるようなな映画なんじゃぜひね、あの、えっと、まあ、大人だけでね、えっと、まあ、いいお,お年のお父さんだけで見に行くってなかなか勇気がいると思うんですが、あの、えっと、何かしらの方法を考えて見に行ってみてください。さあ、次の映画はこちら。東京リベンジャーズ2決戦ということで、まあ、春だったかな。えっと、 この、えー、とポッドキャストも始めてたから、ちょっとどれくらい前か忘れちゃいましたけども、えー、と続編ですね。はいまあ、最近、あのー、映画館で、えー、と前編後編というのがまあちょっと増えている気がするんですけど、今回はね、今週はその前編後編の映画が2本あるんですが、この後編、えー、と東京リベンジャーズの後編の決戦ということで、お、えー、話していきたいと思います。 まあ、私ね、東京リベンジャーズはあの、えっと、最初の映画は見ました。はい、そして、最初の映画の、えっと、同じ時期に当てたあのアニメも見ました。ただ原作は読んでないんですよ。そ,うそして、えっと、東京リベンジャーズ2の,あの,、うんと2のね、前編の方はまだ見てません。で、えっと、アニメもあの、えっと、第二クルーからは見てません。 というのは、まあ、その頃から映画立ちもしてたし、えー、とアニメ立ちもしてたからっていうことなんですけども、まあ、あの立ってなければ普通に見ただろうなと思ってます。私もね、えっと、あの後どうなるんだろうっていうふうにものすごい気になってるし、このとリベ東京リベンジャーズ2で描かれているこの、ねえっと、ストーリーはあの原作の中でもものすごい人気がある。 もう本当素晴らしい内容だっていう評価がね、もう YouTube でガン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 出てくるので、まあどのような映画になって,てるっていうのかもう本当に興味あるんですが、まあアマプラで出てたら、えっ、ー、と、いずれ見たいなと思っています。そう。まあさあ、さて内容なんですが、その内容に行く前にね、ちょっとお話したいことがあるんです。うん。 まああの、えっと、リベンジャーズ2が前回公開された時も、今回も、まあね、若い子たちがいっぱい出てるから、まあいろんなことでね、まあ世間を騒がす方もいらっしゃいます。まあ今回はね、えっと、ちょっと私は名前忘れちゃったんだけど、えっと前回は何だったかな、今回も、なんか公開直前にまたスキャンダル <laughs> がババッと出てきちゃって、 あの、うんと、プチ炎上をしてたみたいなんですけど、まあ無事に公開ってことで、まあいいんじゃないでしょうかね。うんまあ、いろんなことありますよね。<laughs> 若手、若手、若手のいたり若手のいたり。うん、若手のいたりでいいかな。私はね、いいと思います。<laughs> いいじゃん。別に人を殺したわけじゃなければ。<laughs> そう。 まあ何をやってもいいってわけじゃないけどもちろんねあの、うん、と何をやるかしたかちょっとわかんないですけども、うん、とまあ人を傷つけるようなことをすればちょっとそれはもんちょっとどころじゃないぐらい問題ですけども自分が傷つく分にはまあいいじゃんって思ってますまあ、例えば、えー、っとマリファナだとか、うん、とマリファナに限らずまあ、薬物 なんかは、まあ、ぶっちゃけ傷つあの、えっと、最終的に傷つくのは自分だけですからね。うんまあ、もちろん家族はどうかというと、まあ、家族も傷つくでしょうけど、そうまあ、えっと、まあね、えっと、まあマリファナぐらい取ってことないよっていうのが私の正直なところで、そう、うん、そうマリファナを追いかけてるあたりがなんかもう本当、 えっと、なんだろう、よっぽど暇なのかなてか、まあ、芸能ネタのスキャンダルを探してるのかなとか、わざわざ、あの、映画をヒットさせるためにリークしたのかなぐらいをちょっと思っちゃうんですけども。うん。まあね、ま、あマリファナ派の話はやめましょう。<laughs> やめよう。そう。私は、マリファナは、えっと、海外で覚えました。うん、海外でね。そう。 で、えっと、あの、まあ、えっと、マリファナね、別に吸ったところで罪になるわけじゃなくて、所持していることが罪になるんですよね、日本の国。そう。なので、私はあの、マリファナを、えっと、国内でも吸ったことあります。はい。吸うとか言われて、吸うよ。吸うって言われて、あるんだったら吸うみたいな感じで吸ったこともあるんですが、私、ぶっちゃけね、マリファナ大好きで、もし合法だったら、もし合法だったら、喜んでやりますよ。そう。堂々とやります。 はい。多少高くてもね。うん。それくらい私、マリファナ大好きなんだけど、まあ、自分で吸ったことあるだけに、あの、マリファナの匂いがすると、えっと、あ、誰かマリファナ吸ってるっていうのはすぐわかる。<laughs> ただね、長岡市のね、警察官の方はそういうわけいかずに、あの、研修とかでしかマリファナを見たことないらしくて、まあ、もちろんね、煙を出して吸ったこともないわけですよ。 だから、マリファナがどんな匂いをするかっていうのは、警察の方の方がよくわからないらしく、私がね、まだタバコ吸った頃、まあ私はパイプタバコが好きなので、パイプタバコ吸ってると、マリファナかとか言ってよくね、警察に止められましたって。で、で3回ぐらい、えっと、警察に連れて行かれて尿検査させられましたね。そう。えっと、おじさんたちが見てる前で、そう、おしっこし、 もうと5分で終わりますからとか言うんだけど、まあ、結果的に、ね、検査全部終わるのに1時間くらいかかるんですよそう任意だって言うからじゃあ行きませんって言うとぐずぐず言っていつまでも返してくれない、まあ、結局は早く行った方が得ちゃ得なんですけどそう結局マリファナの反応なんか出ないわけですよそう吸ってないから <laughs> そうそんなあのんと何年も前に吸った検査がデータがあの今頃出るわけじゃないからうんそう で、あの、パイプタバコの、タイプパイプの、あの、タバコの匂いを嗅がしても、それがマリファナかどうかも判断つかない。色も違うでしょみたいな。それもわかんない <laughs>。ほんとね、あの、うんっと、まあ、長岡の警察官の方、もし聞いたら、せめてね、マリファナのね、あの、うんと、香りとか匂いとか、そこら辺ぐらいはちょっと経験しといた方がいいんじゃないかなと思いますよ。そう、えー、っと、してください。まあ、何度も何度も連れて行かれるのは、私もちょっとね、 そう、まあ、時間に余裕があるときだったら、まあ、いいか、とかも思うんですけどね。まあ、お仕事だし、そう、いいかと思うんだけど、まあね、えっ、ー、と、連れて行かれると、ほんとね、あの、もう連れて行かれた時はお客さんじゃないわけですよ。まあ、帰る時もお客さんじゃもう連れて行かれた時から、もう、こういった犯罪者だっていう目線で、まあ、ものすごい視線来ますからね。本当にね、気分悪いんですわ。あれは、本当 <laughs> まあ、そんなわけで、えっ、ー、と、東京リベンジャーズも、あの、まあ、うん 公開マニア天やんやしたみたいです。けれども、無事に公開されるっていうことは本当に良かったなと思ってます。まあ、早速その内容を振り返っていきたいと思うんですが、まあね、今回はね。前編がどうだった？後編がどうだったかっていうのまで見,見ていかないとちょっとね。内容が伝わらないんじゃないかと思うので、前編と後編をえっと映画 .com の中から拾って読んでいきたいと思います。まあ、東京リベンジャーズ。そもそもタイムリークものでえー、っと。 自分の初めての彼女が、えっと、死んじゃったと。そう。なんで死んじゃったんだろうか、原因がわかんないまま、えっと、その、彼女を助けるために、過去に遡って、いろんなことが起こっていくというような物語なんですね。まあ、現在と過去行ったり来たりしながら、えっと、その当時のね、えっと、ヤクザじゃないね。チンピラじゃないね。これなんて言うんだっけ。そう。えっと と、まあ、そういうふうな、あの、ごたごたの中でいろんなことを聞きながら、えっと、竹合わます、あ。かっこいいんですよ。ほんとね、最初ね、ほんと最初、もうそうなんだけど、最初とダサダサなんだけど、この竹がね、ものすごいかっこよく、どん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 かっこよく成長していこのね、竹道の成長と最後ね、えっと、ヒロインのね、ひなたがも、もう、ね、あの、最後にひなたは必ず助かるストーリーのはずなんだけど、そう、ん えっと、ね。そうなの。うん、まだひなた助かってないの。うん、そこに、そう、そういう物語よ <laughs> あんまり語り始めると、あの、どんどんぼロぼ出てきたんで、なんなんですが、うんと、えっと、第一部というか、東京リベンジャーズの最初の映画でね、えっと、救えたはずのひなたが、あの、最後の最後で、やっぱり死んじゃった。そう。もう一回過去に行って、ひなたを助ける。 っていうことが、今回の第2、うん、映画の第2部でね、えー、っと、血のバレンタイン編だったかな、うん、です。で、第1作目、今回お話しするのは第2作目なんですけども、第2部なんだけど、えっと、2作目の第1部はこんな内容でしたね。命を救えたはずの日向が凶悪化した東京漫字会によって、竹道の目の前で再び殺,殺されてしまった。かつて、マイキー、ドラケン、バジ、ミツヤ、ばあちゃん、 カ,カズトラの6人が結成した東京卍会しかしある悲しい事件が起こり彼らの固い絆は引き裂かれてしまう東京卍会と敵対するバルハラの幹部となったカズトラと敵がに願えたバジ武道はマイキの親友であるバジを東京卍会に連れ戻すことがひなたを救う鍵だと考えるといった感じで まあ、バチバチバチの、まあ、また大迫力のね、えっと、格闘シーン、格闘シーンっていうか、まあ、あの、うんと喧嘩のシーンが、予告編はバンバン流れてたんですけども、これの続編ということで、じゃあ今回はどうなっていったかっていうのをお話したいと思います。でですね。 ごめんなさい、さっきね、血のバレンタイン編って言ったけど、血のハロウィン編でした。今回、決戦ということで、えっと、東京万寿会に壊滅の危機へと繋がるかつの親友同士の決戦がついた、火蓋を切った。敵対チームバルハラに寝返ったバジを連れ戻すために戦うことを決めたマイキ。一方、バルハラにいるカズトラは東京万寿会を潰してマイキを殺そうとしていた。竹道はそれぞれの思いを受け止めながらも、最悪な決戦。 始末を阻止して、日向でや仲間たちの未来を救うべく、戦いに身を投じるがということで、まあ、このがっていうところがね、またね、まあ、日本語らしい表現ですよね。<laughs> まあ、どうなっていくんでしょう。うん、まあね、これね、あの、うんと第一部、第二部っていうがある映画は、まあ、第一部を見たい方は必ず第二部行くでしょう。そう、まあ、計算が立つんじゃないかな。うん、逆に第二部だけ見るってのは、ちょっと考えづらいな。そう。 まあ、どうなんですかね。私はまあ、第一部がまあ、えっと、うん、ア、まあ、マプラカなんかで出たら、まあ、ぜひね、見たいと思うんですが、まあ、今回は、まあね、そう、えー、っと、遠くから見守りたいと思います。ぜひね、皆さん、あの、えっと、そう、まあね、まあ、 ねえ、こう、ワン、ツー、同時に撮影してもいい。まあ、一部、二部、同時に撮影してもいいけど、もうちょっと間開けて、えっと、一部を、あの、テレビか、まあ、あの、サブスクで公開してから、二部とかでもいいんじゃないかなと思うんだけど、どうなんだろうね。もうちょっと、うまくやれば、もっと入る気はするんだけど、どうでしょう、皆さん。そう。まあ、そんなわけで、次の映画も一部、二部に分かれています。次の映画はこちらです。 はい。美少女戦士セーラームーンコスモスの最終章ですね。はい。これは2週間前に公開されたのの続編ということになります。はい。 まあ、あの、今更なんですが、まあ世ね、世界的に、今となったよ世界的な人気シリーズ、美少女戦士、セーラームーンのね、竹内直子さんの人気コミックのアニメ化ですが、まあ、原作第五期にあたる、たるシャドーギャラクティカ編を描かせたもので、前編後編の第2部の後編ということで、まあ、第1部というか、前編を見た方は当然後編も見に行くでしょうという感じなんですが、 まあ今回も80分ということで、まあね、えっ、ー、と、子供向けの要素もないにしもあらず、まあでもあの小さい、とかね、小学校ぐらいの子たちが、まあ今更セーラームーンを見るのかな、なんて。そう、最初から見てた子たちはもう大人ですからね、うん、と思ってるので、私はまあ、えっ、ー、と、一部二部ガッ 対作品でも良かったんじゃないかな、むしろそっちの方が良かったんじゃないかなって、まあ正直思ってるんですけれども。まあ銀河政府。銀河政府こうもくむもちろんシャドウギャラクティカとの戦いに身を投じたセーラームーン。破壊の戦士セーラーギャラクシー。は。 ヘイラームーンから仲間たちを突きと奪い彼女を追い詰めていく孤独に打ちのめされそうになりながらも愛する人や仲間たちのためにヘイラームーンは銀河の運命を左右する最終形戦に挑むということでそう、<laughs> 私ね原作のシャドウギャラクティカ編を読んでないのであのー、まあ、ぶっちゃけよくわからないんですけども。うん。 まあ、セーラームーンの映画といえば、私の中では絶対的にセーラームーン R の劇場版が、まあ、絶対的なんですよ。そう。まあ、すべてのアニメ映画の中で、あの、私はベスト3に入る名作だと思ってるんですよね。セーラームーン R の劇場版が。本当にね、本当、あの、年1、2回は必ず見ちゃうっていうぐらい、もう、本当、えっと、エンディングのね、えっと、 ムーンリベンジが流れるたびに私はもう続々とピーって涙が出るぐらい大好きなんですけども、まあ、この映画でもきっとねこの,この映画でも、えっと、セーラームーンどれもそうなんだけどまあみんながね多くのセーラー戦士がどん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 倒れていって最後セーラームーンがあの乗り越えて戦うみたいな感じになっていくじゃないですかまあ本当それはね まあ最後は胸熱で悲しいという感じですかえっとまあとにかくねハッピーエンドで終わってほしいということを祈るばかりですそうまあこの映画私まああのうんと一部も見てないので2部もまあ今回いかないと思うんですけどもまあねぜひねあのうんと長いセーラームーンの歴史に本当あのうっ、ん、と きっちり最後を締めてほしいなと思っています。そう。うん。なんか、中途半端、まあね、原作はこれで終わってますから、まあこれ以上ってことはないと思うんですが、なんだろうな、えっと、きっちり締めて、えっと、本当、伝説になってほしいと思う、心から思ってます。まあ、そんなわけで、えっと、今週もこれ、ここまでにしたいと思うんですが、 まあ実はこのポッドキャストをやめようかどうしようか、このポッドキャストというか、このえっと大人は映画の教科書をやめようかどうしようかというのはずっと悩んでます。というのは、なんだろう、うんとまあ、実は今週もこの30日に公開されている映画の背景で、本当はもっともっと見たい映画、もっともっと興味がある映画私の中でいっぱいあるんですけど、ぶっちゃけシネコンでは流れないんですよ。 そう、まあ、ミニシアター系っていうやつですね。そう。まあ、えっと、フラストレーションがたまるんですよね。なんとなく、モヤモヤ感が。うん。それでいて、今はあの Facebook の長岡市グループにも投稿してないですし、えっと、まあ、ヒルビル放送局もあんまり最近一生懸命、えっと、配信してません。そう。 飽きたというか、なんかモチベーションがついていかないっていうのが正直なところなんですね。うん。なんだろう。えっと、なんだろう。情熱がそこに傾いていないっていうのがまあ正直なところかな。うん。そう。なんか、あの、なんだろう。えっと、まあ、私の心に、がぎゅっと、いつまでも燃え続けるような情熱を持てるようなお題に、 巡り合ってななないいととうのが正直なところかな、まあ、やめるかどうしようかっていうのは、えー、っとずっと常に考えてるんですが、まあ、そもそもね今あの、えー、っと YouTube と,、えー、っと Facebook ページと,と自分のプロフィールに載っけてるんですが、まあ、あのアクセスデータを見ても、えー、っと本当に。 えっと、やってもやらなくても意味ないじゃん、みたいな。<laughs> で、コメントが入るわけでもないし。まあ、そんなわけで、自分にとって苦痛なだけだったら、やめてもいいかな、って思ってます。まあ、どうしようかって、まだ結論は決めてないんですが、何かご意見がある方がいらっしゃったら、コメント欄に残してください。えっと、このポッドキャストは、えー、っと、YouTube、ポッドキャストチャンネル、ヒリブリス法則の提供で、で、配信させていただいてます。また来週。 があるかどうかわかんないけど、また来週。